フェリー、薬島に宮野浦港会社構成訪問したての後、島では、航路の損壊が心配されていた。宮野浦港、折りた線は、鹿児島県鹿児島市に本社を置く、海運会社、薬島へのフェリー航路を運航している。鹿児島県を中心にタクシーレジャー事業者各社とともに、折田グループを構成している。薬島航路での旅客数の減少に伴う、 売上の落ち込みや原油価格の高騰による輸送コストの増大などの影響により経営が悪化し銀行管理下にあったが2007年8月21日同社などグループ3社が鹿児島地方裁判所に民事再生手続きの開始を申し立て倒産した負債総額は57億円超債権者は220社長2008年4月28日 最大の債権者である鉄道建設運輸施設整備支援機構との交渉が不調に終わったため自力再生を断念し同裁判所に会社構成法に基づく申し立てを行った後10グループの支援の下で運行が継続されることになったさらに同年12月22日検案であったフェリー薬島にの鉄道建設 運輸施設整備支援機構が保有する共有持ち分を、シマルグループが買収することにより、織りた線の再建に道筋をつけた。なお、一連の再建計画で同グループの支援を得たことにより、従来あった鹿児島商船との提携関係を解消している。鹿児島市と薬島町を結ぶ航路を、1日1往復運行している。なお、 所有船舶が一隻しかないためドック入りの際は運休となる。ありがとうございます。